の裏に隠されたテーあっそうなんだやればできることでいやそうは言ってもでもってみんな言ってくるんですけどでもでもを僕はあの毎週メールマガジン出してて Q&A コーナーってなてそこででもでも結構来るんですよ。あとツイッターとかでもでもでもって来るんですけどでもでもに対する回答を僕すごい用意していてでもでもに対する回答が全部載ってるから 言いい訳ができなななるほど、うん、あなんか堀江さんみたいにはさすがに無理だよ堀江さんみたいなことするのはっていうことさえも塞ぐ感じ、うん、それを塞ぐために、ねうん、僕もそんな特別な家で育ったわけでもないし、うん、むしろ両親とかって結構不器用な人間でとか、うん、そういうことをいっぱい書いておかないと、うん、そのみんな読んでくれないっていうふうに言われたんです編集者の人たちが。うん で,でも好き嫌いでこう選んだりとかするんだからまず好かれなきゃダメですよって言われて好かれるための努力をして、うん、では何でもやりますって言って、うん、でも何でもやってっていう感じなんですよね、うん。へー 確かになんかこうマスコミに作られてしまった堀江さんのイメージってなかなか払拭できなかった。うん、で、正直大変失礼ながら私もなんとなくの、ねね、の金のもうじゃん方でちょっと <laughs>、ね、あの、うん、本とかあんまりかなって思ったんですけど、この本と出会ってですね、やっぱり堀江さんのイメージガラッと変わりましたから、うん、この本読めば皆さんのイメージもかなり変わるんだろうなっていうのは、ね、そこは僕は本当に恵まれてるなと思ってるのは、うん、いい意味でも悪い意味でも、その知名度があって、うん、その土俵に 乗れる、うん、だオセロの駒で言うと多分黒で結構埋まってるような状態なんだけど、うん、角を白で抑えればかなり反転できる立場にあるっていうのはすごくラッキーだなとは思ってるんでですすよそうねむしろもう黒から白に変わるんでドラスティックによくなるんで、うんうん、結構振り幅が大きい分そっかさらに得なんですよね。あー だ篠田さんが思ってるのとそう,そういうことですもんね。がらりと変わるってことができるから。うん、そうなんですよ。そこはすごくよくて、うん、特にその僕は全然そんなところが、まあ、乗ってくると全く思わなかったんですけど一番この本売れてるの、うん、大阪なんですよ。えー、東京じゃないんだ、うん、そうなんですよ。えー、それなんで大阪なんですかね分析はまだで,できたんただその一つだけいることはサイン会に来る女性比率が高い。 大阪の方が。はい。で、大阪のスタンダードブックスっていう、すごいおしゃれ本屋さんがあるんですけど、東京で言ったら、津田屋大官山みたいなとこなんですけど、そこがすごくて、震災橋店でやったんですけど、サイン会を。トークサイン会やって、遠くにもう、若い女性がブワーって来てて。へぇ関西家の本まあ、だけど、その、やっぱ女性が多いと、本は売れるんですよ。つまり、要は、半半分は女性ですから、うん。だから、倍売れるってことですよ、女性が来れば。 うちの母ちゃんも手に取って読んでるぐらいだからよ、うん、なんかすごい広まり方してるなと思ったんですよ <laughs> 俺この本。だから今これラジオ聞いてる人でもなんかあの堀江さんのこと知ってる人はまあ当然もうゼロを手に取ってるだろうけどなんかそのニュースだけのイメージでなんかちょっと誤解してる人がいるんだったらまあ 試しにこのゼロを手に取ってみて読んでみるとガラッと変わるっていうのは篠田さんからもうおすすめできる少な金の王者ではないですからそうなんですよね間違いないですお金のことだけ考えてる人だったらもうあのいろんなことやらないですねロケット飛ばしたりとかねあれはロケットなんか金食い虫ですからね当分金食い虫ですからねあえてちょっと私がこの僭越ながら本の感想とかって述べさせていただくとこれなんか タイトルを見ると、こう、堀江さんを知るための、なんか、本に見えるんですけど、うん、なんで堀江さんを見る目が変わるかっていうと、うん、逆にこの本を読んで、自分が勇気づけられたりとか、うん、あ、これ自分がダメだったとか、なんか、自分を啓発される本だったんですよね。なので、そこを通して逆に、あ、堀江さんでこういう考え方を皆さんに伝えたい方なんだっていうところで見方が変わったんですよね。なので、何かをきっかけに、やっぱり、一度は読んでほしいなと思いますね、すリスナーの方に。そ,そもそも、 伝えたいことがなかったら本なんか書かないですよ。しかも要は今ツイッターとかフェイスブックとかあるからネットに繋がってる人たちってそこで考え方を出せるんですよね。うん、でもっとよく深く知りたければメールマガジン有料で撮ってくださいよっていうシステムにしてるんで本当に知りたい人たちは来るんですよね。だけどそうじゃない人ほど割とこう人生で 何かちょっとしたことを変えれば幸せになれるのにそれができないでいる人たちってやっぱネットにも繋ながないし行動も起こさないからそういう人たちにいかにして伝えればいいのかってことを考えてそんなことやっぱねなかなかみんなしないらしくて僕これに絡めていろんな人たちと対談をさせていただいていて でやっぱり結構みんな印象深いことを言っていただけるんですけど、うん、例えば糸井重里さんと対談をして、うんうん、糸井さんに言われたのは、うん、まあ堀井さんはおせっかいだよねみたいな。しなくてもいいことなのにそうそう。人を幸せにしたくておせっかいをしてるんだろうけど <laughs>、うん、しなくてもいいことだよねそれっていう話になったりとか。うんうん それでもしたくなる原動力としてはやっぱり自分が辛い思いをしてたからでしょうそれもありますけどやっぱり人がなんかこんなことで苦しんでんだって思うのが、うん、もう声をかけたくなっちゃうんですよね。うん、それは違うよと。うん、それはやらないでいい苦労だよ。うん、やったほうがいい苦労でやらないでいいまあ苦労とも思わないんですけどやったほうがいい苦労っていうのは苦労だと思わない苦労なんですけど。うんやっ じゃあダメな苦労って結構あって、うん、それを結構みんなしてるんですよ。うん <laughs> こうやって話してるだけでも何かやってくれそうだっていう今後はどうなんですか何をしていこうとかそれ聞きね野望というか夢という相当事業立ち上げていてもう出てきて多分2三3 0個事業立ち上げてるんですけどその中でもいくつかやっぱりやらなきゃいけないことってあってそれこそグルメアプリとかフェイスブックでソーシャルマッチングとか焼肉部ってやつとか何かいろいろやってんですけどまあ 今結構、まあお金を使ってんのはやっぱロケットですよね。ああ<ー>、うん、宇宙の。宇宙へのその夢みたいのが一番強いんですか <laughs>、うん、夢というか、その宇宙をプラットフォーム化したいんですよね。 たくさんの人たちがそのロケットを安く打ち上げられるようになると、うん、多分宇宙で面白いことをする人が増えてくると思うんですよ。一例を挙げるとソーラーセールって言って太陽風太陽からの風を使って、うん、あの遠くに飛んでいくっていう、うん、まあヨット見て宇宙のヨットみたいなもんなんですけど、えーうん、宇宙の風ってなんかピンとこないと思いますけどオーロラってそれなんですよね。 あれ太陽風なんですか、うん、そうですすかそうですあれは地球の周りに地磁気のバリアがあって、うん、あの磁石ですね、うん、磁石つけるとあ,のあの砂鉄の上に磁石を置くとなんかこう模様ができるじゃはいですああいう形の磁石が地球って巨大な磁石なんで、うんうん、磁気バリアがあるんですよ、うん、見えない磁気のバリアがあってそれに太陽風が当たってオーロラってできてるんですよね。うんうん、へー うんだあれ、あれの力を使って、ちっちゃな力なんだけど、宇宙って別に空気がないんで、どこまでも飛んでいく。そうです。どこまでも飛んでいくし、まあヨットと一緒で、あの、か、風のコントロールもちろんできるわけですよ。そういうのとか、まだ、日本のイカロスっていうのともう一個ぐらいしか飛んでないんですよ。やっぱロケットが高いから、そういうチャレンジングなことってなかなかできないんですよね。で、やっとそれも、日本のイカロスも、金星探査機のおまけで、 やっと打ち上げてそれは成功したんですけどでも例えば安く打ち上げられるようになったら多分そのヨットレースとかを例えばそういうの例えば全世界から1,000チームとか出てヨットレースをやるとかってありますよね技術も開発もすごい進むと思うしすごい初めて聞いた概念ですね。 で、ヨットレースでさ、そう、木星とかまで。木星までのレース誰が、誰が一番早いのかとか。そしたら技術開発がすごい進んで、もしかしたら人が乗れるヨットができるかもしれないですよね。そこに人が注目してれば、そこにまた広告が打てるんですもんね。もちろん、開発費も生まれるし。そうですそうです、広告費ももちろん出るし、そもそもだって人が乗れるやつが出てきたらね。 あの燃料とかいらないんで。でもね、開発してくれると思いますよ。そういうとこやっぱ競争が生まれると、技術革新ってすごい進んでいくんで。はい。だから宇宙だったんだ。僕はあの昔ね、X プライズファンデーションっていうのの理事をやってたんですけど、アメリカの財団で、うん。X 賞財団っていうプライズって、賞ってことなんで、それなんか今、グーグルルナー X プライズとかやってますよね。 グーグルがスポンサーになって、うん、あの、月に無人探査機を送り込んで、うん、月で何百メートルか走って、その月の映像を撮って、地球に送ってきたらいくらみたいな。へぇー。え、じゃあいろんなところがそれ。参加してますよ。多分ね、10チーム以上世界から参加をしていて。それ企業単位ですか企業とかチームですね。うん、日本からもホワイトレーベルスペースっていう、ああいうところじゃないところが動いてるかす。 ジャクサないところを動いてますね。えー、ジャクサ以上のじゃあ力を身につけるってことですかいや、今はもうアメリカってもう民間主導の時代になったんですよ。NASA じゃなくて ?NASA じゃなくて。NASA、えー、がやってると金ばっかりかかって、うん、あの、新規の事,業あの事業が生まれてこないっていうんで、うん、もう民間に任せることになってるんですもうアメリカは。えー、でそういう法律もできたんです。 スペースアクトみたいなのができて、宇宙で活動するためにはどうしたらいいのかっていうようなその法律もできて、うんで、民間企業もいっぱいできていて、うん、一番でかいのはスペース X って会社ですけど、うん、僕の一個はのイーロン・マスクさんっていう人が、もともと IT 企業家なんですけど、はい ペイパルっていうネット決済の事業を立ち上げた人なんですけど、あ<ー>その後バイアウトして、彼は、あの、ま、あでかいとこで言うと、一番でかいのスペース X で、で、もう一つ、テスラっていう電気自動車の、テスラモータース、うん、今、ね、日本でも走ってますよね。うん、と立ち上げた人なんですけど、ま、カナダがぶっ飛んでますよね。そう,そういうことなのね、宇宙。だもう ジャクサかナサかしかやってないと思ってたでしょう。う,ね、うとにかく。で、そこにホレイモンさんやり始めてから、うん、どんな巨大なところに立ち向かおうとしてるんだと思ってたんですけど、まああるんですね。民間でいろいろと動いてるんですね。民間でも動くようにアメリカは政策変更したんですよ。日本はまだなんですかいや、アメリカの追随を当然すると思いますんで、うん、はい。あの、まだ、ただ法律はないですけどね。ど宇宙基本方法しかないですけど。<laughs> 今審議中ですよね。<ー>うん、すごい、すごい方が集まりそうじゃないですか。アンテナの張り方がね、<laughs> 半端ないんですよ <laughs> 実。いっぱい聞きたいんですけど、ちょっとお時間ない。<laughs>